山口学習センター2024年度第1学期の面接授業、新初歩からのパソコンを担当する日置智子です。専門は人の運動解析です。現在はコンピュータを使って歩行計測データを解析しています。この授業ではパソコン初心者の方が放送大学の ICT 環境を活用できるようになることを目的として、基本的なパソコンの操作方法、メールやインターネットの活用方法、パソコンやインターネットを安全に利用するためのセキュリティなどについて学びます。また、放送大学のオンライン授業時に行う教材の閲覧、ディスカッションへの参加、リポート提出などを実際に体験しながら学びます。初心者の方にも分かりやすいように授業を進めてまいりますので、安心して受講してください。